来たー。ギリギリ間に合った。みんな英雄たちがやってくれたぞ。ギリギリ間に合った。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。さあということでですね、ティンバーボーン続きやっていきたいと思います。前回はですね、干ばつの途中で終わってますね。あと 3.8 日で干ばつが終わるような状況です。で、ダムの方もだいぶ進んでおりまして、あともう少しで完成なんですが、まだ完成はしていないという状況ですね。まあ、ただ、ダムのおかげもあって大きい水源は確保できているので、今回の干ばつ残り 3.8 日はまあなんとか余裕で、過ごせるんじゃないかなと思っております。はい、そんなところですかね。あと前回は、労働力を増やしましたというところですね。地獄の滑車組がまだいますが、はい、ということでじゃあ続きやっていきましょう。なんとかね、こうジャガイモの安定供給も始まって、食料もだいぶ余裕が出てきてるかなっていう感じはするよね。でそういえば爆弾工場って結局どうしたんだっけ。爆弾工場ってまだ作ってないんだっけか。爆薬工場形はこの形か。はいはいはい、あ、これだな、これだな、爆薬工場。爆薬工場は紙が15個入ってるけど動いてませんっていうのも、これが作られてないからですね。建材待ちです。歯車が1個足りません。歯車はどっかにあるんだけどな、20個。どっかにあるんだが、この町にはないんだろうな。第一地区にはないね。板はあるけど歯車がないってことは、まあ時期に出来上がるでしょう。というか歯車はどっかに20個あるんだな。向こうか、こっちに20個あるのかな。ないな。ないな、どこ行っちゃったんだろうな歯車。あ、ここに歯車10個、荷下ろし場に歯車が行っちゃってるような感じですね。で食料問題は問題ないんで、とにかくここのダムが出来上がって、領土の確保をして、こうちょっと緑の領地が増えるんで、そうなると、そしたらまた新しい地区なんか作って、小麦とかパンとか作ったりとか、はたまたいろんなじゃねえな、この動力を大きくして、施設をもっと増やしていったりとか、そんな感じですかね。歯車入ってきてるのかな。1個でいいんだよ、1個で。そんなに俺はたくさん要求してないぞ。1個でいいんだ。どうだ、動いてるか。動いてはいるな。でちなみにですが、もう夜か今、あと 3.2 日ですね。で水の状況はですね、まあ半分ぐらい、4割ぐらい残ってますね。あといってもこっちにたくさん水がめがあるんで、こっちはもう自然に蒸発する分しか減っていかないでしょう。で、ここの今施設自体は550馬力を要求しておりまして、100、200、300、400、500で、50馬力足りないね。これは増設した方がいいな。まずはこの辺り一帯を壊しましょう。ここはちょっといらないね今は。これ今で550馬力必要としてて、プラスしかもここで150馬力でしょ。だからあと200馬力足りないんで、このワンセット作りますか。これでぴったり足りるね、動力。回し車。回し車ここだな。しょうがねえ、みんな働く場所を作ってやるか。なあ、ホームレス違う、無職4人いるからちょうどいいね。うまいことやりくりしたらぴったりいきますわ。で、ここの T 字パワーシャフト、いや、ここも十字にすることでこっちにずらーっと、いやでもそうなると道がなくなっちゃうな。いやでもまあ十字パワーシャフトにしておけばどちらにせよなんとかなるでしょう。うまい策が見つかるかもしれない。とりあえずこれでいきましょう。あれ、ここ T 字じゃない？もしかして十字にしてないな。これ十字にし忘れてる、やばい。一回これ壊さなきゃ。で、シャフトのこれ十字です。ここ十字にしなきゃダメだ。みんなこれ最優先で届くかな、作れるかな。なんか地味に足りてない気がしない。これ道ちょっと作ってあげないと作らないかも。いや作りに行くか。とりあえず念のため作っとこう。あ、大丈夫だね、大丈夫だね。どう、あ、もう丸太も足りてるな。じゃあ壊そう。よいしょ、動力で、ストレートパワーシャフト。
よし、いいね。これで200ボルトじゃないや、200馬力増えますね。ちょうど計算もしやすいな安定はしてるし計算もしやすいし、いい動力だなやっぱりな。そうですかね。よし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 、また1人分できましたな。ってことはやっぱここの地区にあれですよ、人を住まわせなきゃいけない。ちなみに、家は12匹分あって12人住んでるんで、あれですね、ちょっとビバ足りないな。あと4人は最低住まわせなきゃいけないね。回し車の要員が4人足りないのと、あともう3人足りなくなるから、まあ合計8人ぐらいちょっと移住させましょうか。この家を建てましょう。とにかく増やすぞあのさ、飯はなんとかなったじゃん俺ら。だからビーバーを増やすとき、今ぞビーバーを増やすとき、皆の者働けな。おお、いいねやったりますぜ旦那、やったりますぜって言ってるわ。助かるな、やっぱ頼もしいな、アンジェとツァーネ。なんかアンジェとかツァーネとかって何回か世代代わりしてるよね多分最初の頃に見たツァーネとは違うツァーネだよなこいつはな。あとは足りない物資とかはございますか。木はあるな、板もある、紙もある、ジャガもある。全く問題ないね。あと 2.5 日で、あれは終わります、干ばつは終わります。で水は減ってないね、もうなんなら吸ってないからねこっちからね。でこっち側の超巨大水がめで水吸ってるんで、まあ当分は大丈夫でしょう。でこっちのビーバーさんたちは黙々と作り上げてる頼もしいのお前ら黙々と作り上げてるよ。あいよ旦那、あいよあいよ旦那。こっちの英雄たちは本当に働き者だよ、7人の英雄。なんかポンプはあるらしいんだが、ポンプで水汲んでる人はいないなぜなら人材不足だから。意味あんのこれ。は、待って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 、この地区水ないじゃん、この地区水ないじゃん、やば、ちょっとやばい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 。ミニロッチ作ってあげよう。とりあえずミニロッチを最優先で作らせて一人の勇者を連れてくる。これ以外ないだろ、ミニロッチ全速全身で作ってくれ。そして一人の勇者を募る。第二地区に大人一人移住だ。さあ誰が行くんだ、新たな英雄は誰だ。じゃみんな寝ないで寝ないで、一人の英雄、さあ誰だ誰だ、お前か。いい場所もおり。ゼレア85歳、年寄りばっかり連れてかれるな。さあお前が英雄だ、新たなる英雄の誕生をみんなで祝おうじゃないかやりがい搾取左遷なことないよ彼はほら見てくれよこの顔立ち、誇らしげだろ。あ、いなくなったんだけどこっちか、こっちにいたな。よかったよ、あもう出来上がったよ、君が住むところできたよ。ゼレア85歳はダブルロッチになりましたね。やっぱりこのちっちゃい個室はみんな人気があるらしい、子さんたちが持ってった。お前は大部屋でいいんだよ、かわいそうに。まあ、これででも水は汲めるようになったね。であと 1.8 日で干ばつ終わるね。で他は特に問題ないね。本当にさ、この食料問題が解決してからなんか楽になったよな。ほら人参もあるしジャガもあるし、たまんないね。ただちょっとジャガイモ置く場所がないんじゃないこれ、ジャガイモ溜まってきてない、そんなことないか。え、地区の中心ちょっと人足りなくない、これどうせ無職いるからね、ちゃんとやっとこう。であと7人は、ビーバーを作る余力があります。あでもこれあれか、そんなことないな。え、子供が6人で成長したら無職が6人増える計算だね。だからもうちょっと家増やさないとダメだこれ、ちょっと家足りない疑惑ある。なんで、この辺のあたりちょっと大きく家にしていきましょうか。またこの大きいトリプルロッチ建てよう、トリプルロッチ。うわでかいな、逆にでかすぎるな。あーなんかここの隙間もったいねえな、俺の中のもったいない成人が出てきちゃう。これはかこっちにするか、あこっちもいいな。
か、この隙間使うかだよね。早速ね、あ、いけた。これでミニロッチでしょ。あれミニロッチでかかったわ意外と無理だった、まあ、ちょうどいい階段をここに立てまして、これでいいでしょう。トリプルロッチで、ここにも何か立つね。隙間ぎゅうぎゅうにしてこ、ちょうど、あ、ちょうどうまくいかないな、ちょうどうまくいかないので、どうしようかな。ここは足場を使っ、いや待って、これ失敗だな、失敗だ。うん、ここに何を立てるかですな。まあ、ロッチ立てて、もうなんかすごい隠れ家みたいなロッチ立てて、でここに反対向きのロッチ立てましょう。そうしたらすぐに人が入れるでしょ。でここにまた大きなスペースができたんで、いやーちょっと背高すぎだな、邪魔くせえな。階層的にはこれぐらいでいいか。トリプルロッチ、トリプルロッチの手前に、これトリプルロッチはやっぱ2階にいなきゃいけないから、ここにロッチ作りましょう。ロッチ、ロッチで、ここに足場をこうだな。おしゃれじゃない、このなんか足場の感じそんなことない。で後ろにトリプルロッチ立てましょう。ちなみに俺これこうやってなんかガチャガチャ作ってるけど、これで一体何人住めるようになるとかは全然計算しないで作ってます。あ、いいじゃん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 また食料不足しそう。そうしたらあれだよ、食料の生産また増やせばいいんだよ。大丈夫よ。まあ、ここ隙間にこうポンポンとロッチを置きましょうかね。でこれひっくり返してロッチロッチにして、いやーこれ来れるかな、遠いかな。裏通路作ろう、裏通路、このすごい日陰の通路作ろう。でまたあれだよね、一気にまた指示出しすぎなんだよなってなっちゃうんだよな。これで階段を作って、よしいいっすね。よーし、これでまた家が138匹分、まだまだ増えるだろうし、また労働力が増えるね。わ、すごい、なんかこう住宅街になってきた、なってきた。これファーストパーソンビューモードあったら楽しいだろうな。強引にやる、強引にファーストパーソンビューちょっと厳しいかなちょっと厳しいな、残念ながらな。連射い、さあそんなこんなでですね、多分ダムの方がねいい感じになってるんですよ。どう、ほらあと3つだよ、最後の3つに取り掛かってる。いやー間伐中に終わらせたかったな間伐中に終わらないとちょっと不安があるんだよな。まあいいか、大丈夫か最悪水没しても大丈夫だよな。あと2個で完成ですよ。いやー待ちに待った大きなアーチダム、もう一段上げたかったな。でももう一段上げたら上げたで今度全部水没するからできないんだよな、それはな。さーて、あとさ、この辺のさ、この取水場みたいなのはもう全部壊していいんじゃねえかと思うんだよね。ここで全部取水してるし。いやでもあれか、昼間、昼間というか干ばつ期じゃないときはここでも吸わないと、もしかしたら水足りなくなるかもしれないな。ちょっと残しておこう。英雄の街は水没するよ、だってこれダム開発したらみんな撤退するんだもん。ここで人を住まわせる予定はないから。え、ここ水没したら建設止まんのやだ、嫌です。いや、あのそうなるならないとかじゃなくて嫌です。いやにしてもあれだね、ビバ増えたな、なんかすごい列をなしてるんだけどさ、ここ、あ、丸太置き場があるのか。でみんなエッチラオッチラ頑張って丸太を運んでるんですね。で、爆薬工場はどうなったかっていうと、歯車が届かないな。馬力は足りてないな。いやそりゃそうか、馬力足りてないはずだ。なぜならこっちに人が足りないからだ。あと7人よこさなきゃいけないのに、どうするか。人口不足、やっぱ人が増えるまで待たなきゃいけないな。ああと1個、あと1個じゃない、あと2個か。いやー干ばつ期の間には完成しなかったな。丸太があと30本足りない。ちなみに丸太はあるのかい。ベリーはたくさんある、ただ丸太は足りてないね。あるあるある、30本あるよ、85本残ってるもん。大丈夫大丈夫、もうすぐ出来上がる。そしてですね、干ばつが終わりました。いや今回余裕だったね。ダムが半分完成しただけでこの余裕さよ、すごいでしょ。さあ人参の回収もしておりますし、ここでジャガイモのちまちまとジャガイモ取ってるわ。かわいいねかわいいよ、いよいよ。そして干ばつが終わりました。来ましたみんな、
生命の息吹が来た。いや、よかったよ。ほんとほら見てよ、ここに緑がこうはみ出る感じ、生命の息吹感がやばいよね。ただ不安なのはこの水たちがですね、第二地区を沈めるんじゃないかというところだけですね。いや、水位は上がってきてる。これちょっと見ていこう。で、第三地区のこの第二地区か、第二地区がどうなっていくかを見ていこう。1日かかるんだな、ここに水が到達するまで。そしてあと1個で完成ですよ、ダムは。丸太ももうほぼ入ってきてます。あー、やっぱさすがにこの範囲の水を満たすには結構時間かかるんだね。まだまだ溢れそうにない。これは明日間に合うんじゃね、これ間に合うでしょ。地区の中心が水没するまでに急げみんな。水なんかそこの川の水飲めばいいだろうが。さあ、あと丸太2本ですね。建材持って2本入りました。来たーギリギリ間に合ったみんな英雄たちがやってくれたぞ。ギリギリ間に合った。さあ撤収だ、お前ら荷物まとめろ。子供が1人生まれてる。英雄の子たちも荷物まとめろ。 B は地区に撤退だ。第一地区へ帰ろう。え、端っこ、ちょっと待って、端っこ作ってない。端っこ作ってないね、みんな。危ねえ、まだ帰るなお前ら。やろうども、まだ帰るんじゃねえ。ここにダムだ。端っこ作り忘れていた。どれだ、これか。水門違う、ダム。ここに作りたいんだよな。ただやっぱちょっといまいち良くないな。あー、どうするか。念のため階段かなんかこうやって作っとくか。そしたら来れるもんね。で、これを最優先にするだろ。で、破壊します。で、ここにダムを建てる。よいしょ、よし、これでいい。さあみんな大慌てで作れ、ダムを。いや、水溜まってきた。水溜まってきたぞ、みんな急げ。急ぐんだ、お前らの勝ち筋はもう急ぐしかないぞ。これをさっさと作り上げて水没の前に撤退しなきゃならない。な、わかるだろ。出来上がった。ね、みんな出来上がった。みんな間に合った。勇者たちがやってくれたよ。ここ大丈夫だよな、多分な。角大丈夫だよね。こっちはそういうことしてるっけ。そういうことしてないんだ。よしよしよし、まあとりあえず大丈夫ってことで。お前ら撤退だ、逃げろ、町が水没するぞ。ダメだったらもう一回来よう。ダメだったらもう一回だ。お前らの未完成のダムを直すためにもう一回だ。とりあえず移住します。逃げろー。全速力で逃げろ、みんな。仕事なんかするな、仕事なんかするな。みんな帰れ、死ぬぞ英雄たちの帰還。これちょっと見ないと、見ないと。これはほら、うわ、英雄たちの帰還、かっこいい。かっこいいよ。英雄たちが帰ってきたぞー、すごい、いいなあ。英雄たちが、俺らの英雄たちが帰ってきたぞ。お疲れさん。ちょっとあの荷物運びの人たち見たけど、これ荷物運びの人たちも止めなきゃな。第二地区は止める。物資ストップ。よーし、完成した。ちょっと水溜まってから見たいね。なんとか出来上がりましたね。全ては水没するのだよ。まあ、残しと家だけど残しとくか。いやー、溜まってきた、溜まってきた、水が溜まってきた。おお。なんか怪しい動きはしてるけど。やっぱ角弱いんだな。あ、でも漏れてはないな。漏れてるグラフィックだけど漏れてはない。こりゃでっかいでっかい池ができたね。ほら見てよ、農場に適した土地みたいなのもたくさんできてきたよ。これ漏れてない、漏れてない、大丈夫。グラフィックがおかしくなってるだけだと思いたい。だと思いたい。でもそうでしょ、ここに水が来てないから大丈夫でしょ。さて、無職6人いるな。きっと多分もっと英雄だろう。お前ら過去の名誉にすがるな。お前らはもう英雄じゃない、ただの人間だ。ビーバーか。第三地区へ回してこい。動力が必要だ、回してこい。
彼らは過去の英雄にすがることすら許されません。なぜなら仕事があるから。余生はこちらで。英雄の末路。まあでもちゃんとね、胸にバッジは輝いてるよ。ダム作りました。ダム作りましたのバッジと本日の主役っていうあのドンキで買ったタスキだけはつけてる。遺跡発掘してたら出てきたんだよ、本日の主役ってやつが。だから彼らにあげた。ということで最後までご視聴ありがとうございました、動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております、概要欄に URL がありますのでそちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。